ルックスの良さから女性ファンの人気も高い WBC、アメリカ合衆国の一員として打席に立つ2012年9月23日、デビッド・アレン・ライトはアメリカ合衆国バージニア州ノーフォーク出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。現在は MLB のニューヨーク・メッツのスペシャルアドバイザーを務める。デビューから引退までメッツ一筋のフランチャイズプレイヤーである。 MLB ニューヨークメッツの第四代首相。背番号は5982年12月20日、バージニア州ノーフォークで誕生。彼は長男で、下に弟が3人いる。警察官の父老は厳格な人物で、ナイトたち兄弟は厳しい規律の下で育てられた。父は彼らにスポーツマンシップと相手に対するリスペクトを持った上で、 常に競争することを教えたという少年時代のライトの憧れの野球選手はスコット・ローレンだった1992年地元バージニア州にアマチュア運動連合の少年野球チームバージニアブラスターズとタイド・ウォータードリラーズが結成されるとライトはブラスターズに入団ブラスターズにはライトの他にも BJ とジャスティンのアップトーン兄弟やマイケル・カダイアーが ドリラーズには、ライアン・ジ・マーマンがそれぞれ所属していたほか、マーク・レイ・ノルズも所属チームを定めずどちらのチームにも参加するなど、後のメジャーリーガーがこの地域に多く揃っていた。同州チェサピークのヒッコリー高等学校に進学したライトは、そこで、すべての授業が午前中に終わる、要時間割を組み、午後は野球の練習に時間を費やす生活を送る。 2001年の MLB ドラフト一巡滅移保でニューヨークメッツに指名され契約した。2004年には招待選手としてメジャーのスプリングトレーニングに参加。日本プロ野球、西武ライオンズからメッツへ入団した松井和夫の練習パートナーも務めている。その後、シーズン開幕を AAA 級ビンガムトンメッツで迎えたライトは60試合に出場、打率。 363.10本類が20盗塁、オプス1.086を記録し、6月中旬にはトリプル A 級フォークタイズへ昇格。7月11日に開催されるマイナーリーグのオールスターフューチャーズゲームにも選出された。この年不振に陥っていたメッツはフューチャーズゲーム終了後にライトをメジャーへ昇格させた。この昇格について、 メッツのジム・リュケット GM は、うちのマイナー組織で最高の素材ではあっても、まさか今年メジャーでプレーできるようになるとは思わなかったとコメントしている。7月21日のモントリオールエクスポーズ戦でメジャーデビュー。69試合に出場し打率。293、14本塁打、40打点という成績を残す。2005年には、肖像類一種の座をつかんだ。 7月半ばには打順が5番でほぼ固定され160試合出場で打率30627本塁が102打点を記録フルシーズン1年目で立派に中軸打者としての責任を果たしたその一方で守備ではリーグ3塁手最多タイの24失策を記録している2006年になるとファンは開幕からライトに MVP コールを送るようになっていた。ライトも、その期待に応え、116打点、得点圏打率、365、満塁本塁打2本サヨナラヒット4本など、クラッチヒッターとして活躍した。オールスターにもファン投票選出で、初出場し、試合前日の本塁打競争では、ライアンハワードに次いで、準優勝、試合では6番、3塁で、先発出場し、 ケニー・ロジャースから本塁打を放った。ライトらの活躍で、メッツは18年ぶりの地区優勝。セントルイス・カージナルスにリーグ優勝決定戦で敗れ、ワールドシリーズ出場はならず、ライト自身も有力候補に上がっていた、MVP 投票で9位に終わったが、メジャーを代表するスター選手として評価を上げた。また8月には、2007年からの6年総額5500万ドルの、 長期契約をメッツと結んでいる。2007年のライトはさらに成績を伸ばした。196安打、打率、325に加え、史上29人目、49度目の30本塁が、30盗塁を達成。オールスターにも2年連続でファン投票で選出され、シーズン終了後には、シルバースラッガー賞とゴールドグラブ賞を、ダブル受賞。 MVP の投票では4位となった。しかし、チーム自体は、シーズン終盤の20試合で5連敗を2度喫するなど、失速、最終戦で、フィリーズに順位を逆転されて、ポストシーズン進出を逃した。2008年もチームの中心選手として160試合に出場。自己ベストとなる33本類が、124打点を記録し、リーグで、 唯一3割30本類が120打点を達成。守備面ではメジャーデビュー以来で最高の守備率962を記録した。その一方で2005年の規定打席到達以降で打率と盗塁数は自己最低の数字にとどまった上、得点圏打率243は前年より6分以上低下したためメディアやファンから批判されることもあった。 2009年開幕前の3月に開催された第2回、ワールドベースボールクラシックのアメリカ合衆国代表に選出された。同大会では、足の親指の爪を剥がす怪我を負いながらも、クリーンアップの一角として活躍。敗者復活のプエルトリコ戦では、さよならだ、準決勝の日本戦では一時勝ち越しとなるタイムリーを、松坂大輔から放つもチームは準決勝敗退に、終わった。 シーズンでは、多い月でも、月間に本類打にとどまり、最終的には、メジャーデビュー以降自己最小の10本類打に終わった。また、二類打は、規定打席に到達したシーズンとしては、初めて40本を下回ったシーズンとなった。打点も同じく、規定打席到達年としては、自身初の100打点以下のシーズンとなった。また、三審140は、自己アーストの数字。 一方で27投類は自己2位となる数字であり、打率も307という数値を記録し、レギュラー定着以降5年連続で300以上の打率を残した。2010年は157試合に出場し、打率283.29本塁が103打点19投類という成績を記録。6年連続の打率300こそならなかったが、 本類打は30本近くまで増加し、打点も2年ぶり5度目の100打点以上の数字となった。2009年に低調だった成績が向上した理由は、メッツの新たな本拠地であるシティフィールドで、どのようにプレーすれば良いかが分かったことが大きいと、されている。2010年、ライトはホームで打率。288.12本類四45打点、15、2類打。 45支給出塁率、383オプス、879であったのに、対し、ロードでは打率、278.17本塁が51打点、21 2塁打、24支給出塁率、326オプス、834という成績を残した。成績からわかる通り、ホームでの打率、支給出塁率、 オプスはロードでの数字より高く、逆にそれらの数字いずれもが低いロードでは、本類打と二類打を合わせて38本放ち、ホームより多い51打点を記録している。これは、本類打のでにくい、本拠地での試合は、出塁を重視し、逆にロードでの試合では長打を狙っていた結果、長打、打点の数が、ホームよりも多くなった、というものである。また、トータルでは、 打率が低下したことに加え、自己最多かつ出場試合数を超える三振161個を記録した。三振の数が出場試合数を超えたのは、ライトのキャリアで初めてのことである。また、総類面で記録した19盗塁という数字は、2年ぶりに20を下回る数字であったが、盗塁史も11個あったため、盗塁成功率は63%だった。 2011年は怪我などで14本類が61打点に止まった。2012年は3シーズンぶりの打率3割を達成。2013年限りで FA となるため挙手が注目されたが、シーズン終了後の11月30日に7年、総額1億2200万ドルでメッツとの契約を延長した。2013年の1600万ドルのオプションも、 含めれば8年総額1億3800万ドルとなり、ヨハン・サンタナの6年1億3750万ドルを上回る球団史上最高額での契約となる。2013年開幕前の2月27日に第3回 WBC のアメリカ合衆国代表に選出され、2大会連続2度目の選出となった。同大会では打率。 4 3 8 1例打点と非常によく打ち、打線を牽引した。シーズンでは6月によく打ち、2年連続でオールスターに選出された。しかし、8月のカンザスシティロイヤルズ戦で、走塁中に肉離れを起こし、故障者リスト入りした。この影響もあって112試合の出場に止まり、規定打席到達を逃したが、打率。307.18本塁が、 58打点、17、投塁だった。2014年は134試合に出場し、2年ぶりに規定打席に達した。しかし、8月に肩を痛めてから調子を落とし、最終的には、本塁打と投塁が共に8に終わった。2015年は故障の影響で38試合の出場に止まり、打率、289、5本塁打、17打点に終わった。 2016年6月3日、頸椎ヘルニアで15日間の故障者リスト入りとなり、戦列復帰まで6から8週間となった。最終的に37試合の出場に止まり、打率、226、7本類打、14打点、3盗塁に終わった。2018年、開幕前から再検査を受け、復帰に2ヶ月かかると診断された。9月13日に、 大リーグ公式サイトが9月29日のマイアミ・マーリンズ戦を最後にプレイしないと伝えた。9月29日のマーリンズ戦では3番・3塁手で先発出場し1打席無安打1死球だった。4回にベンチに退く際は観客からスタンディングオベーションを受けた。2019年からはメッツのフロント入りしスペシャルアドバイザーを務める。 現代の MLB では数少ないフランチャイズプレイヤーであり地元ニューヨークでは人気が高い。現役時代はメッツで首相を務めていた。ありがとうございます。